ち取っています。マウンド上のピッチャー、おー打ちました。大きな打球になった。レフト深いところを破っていきました。バッターは一塁に向かいます。さあそして打席には福留が入ります。さあなお2球目打ちました。ここはフライになっています。坂本が掴んで3アウトです。得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。ストライク、やります。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ふわふわっと上がった。一塁送球、一塁アウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには山本が入っています。いいバッターが続きますから、ここは勝負どころですね。さあアウトカウントが1つ増えましたが、一打先制のチャンス。まあ、両チーム1点が遠い展開になってますから、そろそろこじ開けたいですね。なるほど、そうですよね。ボール2、スライダーは外れます。ストライク。さあ追い込みました。高めのボール打っていった。ライン際ですが、ここは打ち上げています。掴んで3アウト、最後まで目を離せないですよね。そうですよね。真ん中のボール打った。ここは打ち上げて、センターへ持っていった。はい、さあ次のバッター打った。掴んで3アウト、ストライク。まずはインコース、できれば低めを打たせてゴールにしたいですね。なるほど、そうですか。ストライク。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ボール、カットボール、ここは見ます。インサイド打って難しいボールを捉えて二塁アウト。ダブルプレイ、チェンジです。マリーンズ得点に動きはありません。センターへ持っていった。頭上を破っていく。セカンドホームイン、決めた。はい、サヨナラのタイムリーヒット。千葉ロッテマリーンズ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッター、ファールボール、打ちました。弾き返した打球はセンターへ、高めのボール、左中間へ打球伸びる。レフト掴んで2アウト。さあ、ね、はい、さあ次のバッターはどうですか。打たれた時のショックは大きいですね。打ちました。いい当たり。打球はセンターへ。さあこれからジャイアンツが守備につきます。大谷が打席に入ります。初球は何か。初球陣センターに上がった。この打球はフライになっています。バッターボックスには指名打者の吉田、ワンアウトになっています。初球打ち、高く上がった。頭上、スタンドを越えて、打った。センターに大きな打球、センターオーバー。バッターランナーは二塁。ストライク。まずはストライクを取りました。2球目打ちました。伸びていくと入った。おー、ストレート。
ッターは2番に入っている長岡。岩隈、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上岩隈、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。3番バッター山口、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球時この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。マリーンズピンチになりました。ワンアウトランナー3塁1塁。さあ、そして打席には塩見が入ります。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、打ちました。いい当たり、坂本が掴んで、しっかり集中したいですよね。いい当たり、セカンド取った。1塁アウトで3アウトチェンジです。2回になります。マリーンズの攻撃、打席には5番バッター村上。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。ボール、は変化球できました。ボールになります。ストライク、インコース決まった。ストライク、アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクです。次が4球目。ボール、外れてますか。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。はい、低めわずかに外れてボール、打ちました。セカンドがとアウト、ワンアウトです。打順は5番浅村。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球、打ちました、痛烈。これはショートライナー。バッターボックスには6番山本。ツーアウトになっています。初球打ち、ライン際入った。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みます。さあ、そして打席には鈴木が入ります。ここは打順もいいですし、このチャンスをものにしないといけないですね。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。両チーム一番の展開になってますから、そろそろこじ開きたいですね。なるほど、そうですね。さあ、2球目は何か。ボール、低め、これは外れた。ストライク、インコース高めのストライク。4球目は何で来るか。うちのボール打って